んこんにちは、みのりんです。ですね、私あまり今まで YouTube 以外の SNS をやったことがなくって、 Twitter を今年入ってちょこちょこやり始めたり、今日はインスタ映えするような写真を作っていきたいと思います。で、いろいろ考えたんですけど、今日はカフェアートに挑戦していこうかなと思います。カフェラテの上にお絵描きをするカフェアートに挑戦をして、写真を撮ってインスタに載せたいと思います。インスタと Twitter フォローしてね。まだあんまりいないんですよね。もうカフェアート初めてなので、正直どうなるかわかんないんですけど、頑張って挑戦していきたいと思います。それでは早速始めてみましょう。はい、ではまずはコーヒーを作っていきたいと思います。今回はですね、インスタントコーヒーを使っていきます。たくさん失敗するかもしれないので、まずは簡単にできるインスタントコーヒーを使って練習していきたいと思います。あとね、私ってコーヒーあんま飲まなくって、なのであまりにも本格的なコーヒーを使っても飲まないんですよね。おお、匂いがすごいいい。味は苦手ですけど匂いはいいですよね。どれくらい入れるんだろう。いや、本当もコーヒー苦手で作ったことがないんです。1杯あたりで 2g。 まあまあまあ、じゃあこれぐらいで作ってみたいと思います。あ、苦い。ではお湯を入れます。半分ぐらいにして、あとはミルクを入れるところ、もうちょっとかな。ミルクを入れるスペースも置いておきます。色がちょっと薄いので、もうちょっと足してみます。コーヒーができたので、ミルクを用意したいと思います。ミルクはこちらを購入してきました。ドンキで1500円ぐらいですね。準備してからやればよかった。電池タイプです。これめっちゃ関係なかった。せっかく開けたのに。あ、ここ下をこうやってスライドするだけで開けられましたね。これはこの大きさあるかな、どうかな、これそうかな。あ、よかったよかった。はい、電池入れてみましたので、ボタンを押してみます。すごい。OK です。牛乳に容器。どれぐらいだろう。これぐらい入れてみます。そしたらね、電子レンジで温めるそうです。40、50秒ぐらいですかね。できます。はい、温めてきました。いい匂い。では早速泡立ててみましょう。こんなに簡単に牛乳って泡立つんですか。何秒ぐらいやるんだろう。30秒ぐらい。ではいきます。まだまだですね。でも結構泡立ちました。すごい。じゃあちょっと入れてみます。ちょっと足りない。こうやって伸ばしていけばこんな感じですかね。そしたらチョコレートソースと竹軸があるので、これでイラストを描いてみたいと思います。あ、でも薄い。ちょっと水で薄めすぎちゃったかな。水で薄めなくてもいいかもしれないです。なるほどなるほど。ちょっとコツをつかんできました。最後に残った牛乳にほんの少しだけピンクの食紅を足して、お、めっちゃピンク色になりました。めっちゃピンクになる。こう伸ばしてあげると、もうちょっと伸びてほしい。チークつけすぎちゃったかな。じゃじゃん、できました。おかっぱの女の子初カフェアートに挑戦した結果です。おー、なんかね、チョコレートソースをほんのちょっと水で薄めるんですけど、薄めすぎてしまったので色が薄いかなって感じになっちゃったのが残念です。あとはね、牛乳をもっと作ってもいいんじゃないかなと今思いました。これだったらもうちょっと細かい絵でも描けそうなので、次はセーラームーンに挑戦していきたいと思います。よいしょでまずこれを飲んで、また一から作りたいと思います。はい、ではまた作り直していきます。コーヒーにお湯、牛乳を 4,50 秒温めていきます。では温めていきます。ない泡立てていきます。これぐらいでどうでしょう。では急いで入れていきます。結構こぼしちゃった。ちょうどいい。ちょっと伸ばしていきます。はい、チョコソースです。では描いていきたいと思います。これでもちょっとチョコソースがまだ薄いので、よいしょ。ちょっとね、頭が大きすぎた気がします。直せるのかな。あ、直せた直せた。なるべく髪飾り入れてあげたいですね。セーラームーンの特徴なので、この髪飾り入るかな。見えるこの髪飾りも追加してあげます。では顔です。顔は細かいので一番大変ですよね。線の太さとかもあんま変えられないので、泡がプツプツいってる。消えちゃう前に早くしないとですね。難しい。それっぽくはできてるんじゃないでしょうか。じゃあこれで一旦ちょっと写真撮りたいと思います。インスタ映え。やっぱ泡に描くってまたちょっと違った技術が必要ですね。ちょっと色も足してみましょう。色をつけるとやっぱり映えますね。あ、こっちの方がいい感じじゃないですか。そういえば額の髪飾り忘れてました。じゃじゃん、色を塗ってみました。色を塗るとやっぱり鮮やかになりますね。こっちの方がいいかも。ちょっとこれで今写真撮ります。周りのコーヒーが散っちゃって。前ね、カメラに詳しい人に教えてもらったんですけど、 iPhone を反対側にひっくり返して写真を撮ると食べ物は綺麗に撮れるそうです。はい、というわけでカフェアート完成です。どうですかね。まあ、初めてにしてはそれっぽいのができたのでちょっと良かったです。もうね、全然ミルクが泡立たなかったり絵が描けなかったらどうしようかなと思ったんですけど、あとはね、もうちょっと練習をして慣れていきたいと思います。セーラームーン好きなんでいつも最初にセーラームーン描いちゃってすいません。この描いたカフェアートはね、ちゃんと飲みたいと思います。いや、本当にコーヒー苦手なんです。でもこれは結構牛乳を入れたのでかなり味が薄くはなっているので飲みやすくなっています。はい、というわけでね、さっき撮った写真はインスタに載せておくので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。